ベーザー,ータールは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州カッセル行政管区のカッセル軍に属す町村である。この町は2000年1月1日にオーバーベーザーとバールスブルクとが合併して成立した。ベーザー,ータールは、ヘッセン州最北部のベーザー川沿い、ハンミュンデントバーとカールスハーフェンとの間に位置している。北には、ゾリング、南西には、ブラムバルト、ベーザー川左岸には、 ラインハルトの森がそびえている。長域の北部でシュビルメ川がベーザー川に注いでいる。自治体ベーザータールは、アーレンボルーン、ケビッセンルー、ギーゼルベルガー、ゴッツトロイ、ハイゼベック、リッポルツベルク、エーデルスハイム、フェルナバールスハウゼンの各地区からなる。ベーザータールは、西は、市町村に属さない森グーツベチルクラインハルツバルトに、接する。これ以外の隣接する。 市町村はいずれもヘッセン州の自治体ではなく、ニーダーザクセン州に属している。北はボーデンフェルデ及び市町村に属さない、ゾリング地区、北東はウスラー、東はアーデレブゼン及びウスラーの飛び地である、フューステンハーゲン地区、南はハンミュンデンと境を接している。2018年10月28日、ヘッセン州衆議会議員選挙と並行して、町村合併を問う。 住民投票が行われた。オーバーベーゼー住民の70.26%、バールスブルク住民の74%が合併に賛成した。これによりベーザータールはオーデンバルトのオーバーゼントに次いで1970年代のヘッセン州の市町村再編以降2番目に形成された新町村である。合併の理由は人口減少で、これは高額のインフラ費用によって 町の財政が空になっていたことを意味している。合併以前、両自治体はコスト削減のために財務部門、建設資材置き場、戸籍役場を統合していた。ヘス選手は合併手続きの開始だけで53万ユーロを投入し、さらなる資金を供与した。新しい自治体の名称の候補は、オーバーベーザー・バールスブルク、バールスベーザー、オーバーベーザーブルク、 オーバーベーザータールがあった。ベーザータールの紋章として、旧オーバーベーザーの紋章が採用された。図柄は青地に金と赤が9回入れ替わるストライプに塗り分けられた獅子。その前足で金の魚を掴んでいる。旗は1、3、1の幅で赤から白から赤に塗り分けられており、中央に町の紋章が配されている。ベーザータールは、 連邦道 B85 線沿いに位置している。フェルナバールスハウゼン地区には、鉄道ゲッティンゲンボーデンフェルデ線の駅がある。ありがとうございます。